円と直線の交点の座標を求めるという項目をやります。まず、問題文。円、x の2乗、プラス y の2乗、マイナス 6x マイナス 4y プラス12イコール0と、直線、x マイナス y マイナス2イコール0の交点の座標を求めなさい、という問題です。まず、ズバリ、答えを言います。図はこうなり、交点が2つあり、それは、点、括弧、4、2と、点、括弧、3、1になります。では、やっていきましょう。交点を求めるときは、中学でも習いましたが、この2つの図形の方程式を、連立方程式で解くのでした。つまり、この、両方の方程式に共通する x と y の値を求めると、それが共通する点、つまり交点なのです。これとこれの連立方程式をすれば、それでいいのですが、まず、この方程式が表す円が、このようになる理由を、軽く復習します。この式は、x と y。それぞれについて完全平方の形にすると、前に習ったように、こうなります。カッコ、x マイナス3の2乗、プラス、カッコ、y マイナス2の2乗、イコール1、となりました。つまり、中心が、カッコ、3、2で、半径が1の円です。それが、この円になります。また、直線の方は、変形すると、こうなります。y イコール、x マイナス2、接点がマイナス2で、傾きが1の直線。これです。この図より、もうなんとなく、これらの交点の座標がわかってしまいそうですが、もちろんここでは、正確に求めないといけないので、連立方程式を解きます。先生、この問題では、まず、このように、図の準備をしないといけないのですか？いいえ、この準備はなくても、連立方程式だけ解けばいいのですが、図があった方が、気持ちがいいでしょう。だから、書いただけです。では、連立を解きます。この式を、この y に代入すると、こうなります。x だけの方程式ができましたので、これを解きます。展開して、整理すると、両辺を2で割って、x の二次方程式ですね。因数分解できそうです。こうなりました。よって、x イコール3と4、それぞれに対する y の値は、この式を使いましょう。こうなりました。よって、交点は、カッコ、4、2と、カッコ、3、1、できました。さて、今、交点の座標を求めるために、連立方程式を解いていく途中で、このような二次方程式が出てきて、これの解として、二つの値が出てきて、それが、それぞれの交点の x 座標であったわけですが、しかし、このような二次方程式は、解が、必ず2個になるとは限りませんよね。解が1個、つまり、重解になる場合や、解がない場合が出てきますよね。そのような場合は、どう考えればいいのかを説明します。まず、問題によっては、円と直線の位置関係が、このようになる場合もあります。つまり、交点が存在しない場合です。このような場合は、この段階で、二次方程式の x の値として、実数の値を持たないということになります。それは、解の公式も、ルートの中が、負の値になってしまっている場合なのです。つまり、判別式が、
負の値になる場合です。また、円と直線が、このようになる場合、つまり、接する場合もあります。つまり、交点が一つの場合です。この場合は、この段階の方程式が、解が一つという場合になります。つまり、接する場合というのは、この方程式に対する判別式が、ゼロになる場合なのです。それと、この問題のように、2点で交わる場合は、この段階で、異なる2つの実数解が出てきます。つまり、判別式が正になっている場合なのです。以上、円と直線の3つの位置関係と判別式の特徴を納得しておいてください。